輸出が規制されていた RSA 暗号のソースコードをプリントした結果、軍需品に該当するようになってしまった T シャツ。言論の自由の観点から輸出規制に反対するために作られた。後に法改正が行われ、この T シャツを輸出する、あるいはアメリカ人がこの T シャツを外国人に見せることが違法とされなくなった。アメリカ合衆国では、 暗号に関する装置、技術を輸出する際に各種の規制を課してきた。本校ではそのようなアメリカ合衆国からの暗号の輸出規制について述べる。1992年までは規制は強固なものであったが2000年までに規制緩和が進んでいった。ただし規制が完全に撤廃されたわけではない。第二次世界大戦以降、アメリカ合衆国や NATO の加盟国など各国で 国家の安全保障上の理由により暗号の輸出が規制されるようになった。そしてアメリカ合衆国では暗号技術が1992年に至るまでアメリカ合衆国軍需品リストに補助的軍事技術として残り続けていた。第二次世界大戦でエニグマや日本の機械式暗号の解読に苦闘させられた経験を元にすれば、 敵国、仮想敵国へ暗号技術が渡るのを防ぐことの軍事的重要性は明らかであった。さらには脱植民地化の流れで多数の独立国が生まれている中、それらの国が冷戦でどちら側につくかが重要視されており、他国の外交通信を暗号に阻まれず監視したいという意図もあった。さらに合衆国とイギリスでは他国より 暗号技術が優れていると考えており、両国の情報機関としては、それらの優位な暗号化技術を、すべて自らの制御下に置くことが有益だと考えていた。一方、アメリカ合衆国憲法修正第一条がある以上、国内での暗号使用をコントロールするのは困難で、あったが、海外については、憲法上の制約もなく、輸出を規制することは、現実的と判断された。 結果、暗号規制は軍需品規制の一環として行われ、暗号技術を輸出するには許可が必要となった。具体的には、ある強さを超えるものについては、輸出に際してケースバイケースでの許可が必要となった。このような規制を敷くことで、アメリカは他国の通信を読めるが、逆に他国はアメリカの通信が読めないという国益を生み出すことを目論んでいた。 他の国でも理由をつけて規制が行われた。規制の制定後、1970年代にはデータエンクリプションスタンダードや公開鍵暗号といった技術が交換されるようになり、インターネットの普及後は訴訟覚悟で使う人が出てきたこともあって、次第に規制の実効性が失われていった。1990年代の後半にはアメリカでの規制は緩和され、 フランスなど他国でも規制緩和が行われた。1997年に至ってアメリカ国家安全保障局は強い暗号が普及することで国際的なテロリストなどを含めた海外の情報に対する資金と活動が困難となるということに懸念を示した。そして強固な基盤をもとにしたアメリカの暗号化ソフトウェアは輸出されれば 国際通信で標準的なものとなるであろうと NSA は評価している。同じ1997年には連邦捜査局長官であったルイス・フリーは以下のように述べている。法執行という観点からはこの問題をどう扱えばいいかは単純な話である。情報通信技術が進展し情報の価値が飛躍的に高まる昨今においては 強固な暗号を容易に利用できることは必要、不可欠であり、議論の余地はない。現在行われている通信や保存しているデータを暗号化できるようにすることは、情報セキュリティを図る上で現時点においてすら必要、不可欠であり、今後はますますそうなっていくであろう。よくある話ではあるが、公衆安全や国家安全保障といった他の側面からも暗号問題を検討しなければならない。 我々としては、キーエスクローのない強固な暗号が普及すれば、犯罪捜査や対テロリズムの能力を大きく減ずることとなると考えている。さらには、暗号が破れないことで薬物取引、スパイ、テロリストからギャングに至るまでの仲間内での通信を便利にしてしまう結果ともなる。つまりは、犯罪組織やテロリストに対して、犯罪捜査や阻止のために、我々が突きうる。 わずかな隙の一つを埋めてしまうこととなる。以上を踏まえれば暗号規制に対してはバランスを持って対応していくというのが法執行機関間での一致した意見である。冷戦の初期にはアメリカと同盟国が西側諸国の幅広い技術について他社、とりわけ東側諸国の手に落ちることを防ぐため複雑な輸出規制を組み立てていった。 重要だと分類されたものには輸出許可が必要となった。大協産権輸出統制委員会がこれらの輸出規制管理のために設置された。輸出規制の対象となる技術には、軍事専用のものと商用利用も可能なものの2種類があったが、軍事専用の技術は国務省の管轄、商用利用も可能なものについては、商務省の管轄となっていた。第二次大戦終了直後には、 暗号の利用はほぼ軍事利用に限られていたので暗号技術はアメリカ合衆国軍需品リストのカテゴリー13に指定された暗号技術を西側諸国への輸出に限定するのにはココムの枠組みを利用していたところが1960年代には電子的な送金が広がるにつれて金融業界から強い暗号を求める声が出始めてきた アメリカ政府では1975年にデータエンクリプションスタンダードを制定した。通常、強い暗号を商用利用する場合、IBM のようなコンピューターメーカーや大口の顧客が輸出許可を取得することとなっていた。パソコンが普及するとともに暗号の輸出規制は一般人にも影響するような問題となっていった。フィルジマーマンの作った。 PGP が1991年にはインターネットで配布されたが、これは個人レベルで輸出規制に抵触する例となったにより、アメリカ政府が出版物を取り締まれないことを逆手に取り、PGP のソースコードを書籍として出版、国外輸出することで、PGP をアメリカ国外へ合法的に拡散することに成功している。1990年代には、 電子商取引が普及するにつれて暗号規制緩和への圧力も強くなった。そんな中、ネツケイップ社が SSL プロトコルを構築し、公開鍵暗号でクレジットカードによる取引情報を守るための標準的な手法となっていった。初期の SSL では128ビットの鍵を持つ RC4 が使われていたが、この強度の暗号はアメリカからの輸出に際して許可すら、 降りないものであった。この時点で、西側諸国の政府が取っていた態度は、軍事的には他国への流出を防ぎたいが、商業的には暗号化を推進したいという二面性を持ったものとなっていた。特別な許可なしに輸出が可能であった鍵長は40ビットまでであったので、ネツケイップ社では、ウェブブラウザを二種類用意することとした。アメリカ国内版では二十八ビットの暗号を、 そのまま採用し、一方の国際版では128ビットある暗号鍵のうち88ビットを平分で送信することにより強度を40ビットまで下げていた。大抵のユーザーはわざわざ国内版を入手するのを手間に感じ、結果としてアメリカ国内ですらパソコン1台で数日のうちに破れる40ビット暗号が普及してしまった。ロータスノーツでも似たようなことが起きた。 ダニエル・バーンスタインが起こした裁判や、すでにアメリカ国外で暗号が普及してきていること、さらには経済、さらに同例では輸出管理上、ソフトウェアを技術として規制することは適当でないとされた。これらの規制緩和の延長線上として、2000年には、商務省により商用、オープンソースの暗号ソフトウェアについて大幅な規制の単純化が行われた。 2009年時点では民生用の暗号輸出については、商務省の産業安全保障局が管理している。大量生産されるような製品についても一部で、特に、ならずもの国家やテロリストへの輸出については、規制が残存している。軍事用の暗号機器、漏洩電磁波対策のなされた電子機器、特別設計の暗号ソフトウェア、さらには暗号のコンサルティングについては、 依然として輸出許可が必要となる。さらに64ビットを超える暗号による大量生産の機器やソフトウェアは BIS への登録が必要となる。そうでないものでも大半の国への輸出に際し BIS によるレビューあるいは事前報告が必要となるものがある。例えばオープンソースによる暗号化ソフトウェアでは公開前に BIS への報告が必要となるが レビューは課されない。1996年以前の状況よりは規制緩和されているとはいえ暗号輸出にはまだまだ多様な規制が課されている。ワッセナーアレンジメントへの加盟国などアメリカ以外の国でも同様の規制が課されている。アメリカでの民生品の輸出については連邦規則集の第15巻第7章子以輸出管理規則により規制が行われている。軍事用に 開発や改良などをされた暗号機器については、軍需品リストに掲載され、国務省の管理になる。暗号輸出に関連した用語は、イヤーの772.1条に定義がある。具体的には、以下のようなものがある。輸出先の国は、イヤーサプリメントナンバー12パート740により4つのグループに分けられ、さらに細分化されている。国によっては、 複数のグループに属することもある。暗号の輸出については、グループ B、D、1、E、1がポイントとなる。イヤーサプリメントナンバー1、2パート738、2はコマースカントリーチャートとして、国ごとの輸出制限を一覧にした表がある。表内に X がついているところで規制がかかり、輸出には許可が必要となる。暗号化の分野では、 以下の規制が主だったものである。輸出規制上、対象となる物品は貿易規制リストの詳細化として、輸出規制分類番号により区分されている。暗号関係では、以下のようなものがある。これらの分類は自ら付するか、BIS の審査に基づいて分類される。大抵の場合、5A992 や 5D992 へ分類されたい場合には、 BIS の区分審査が必要となる。暗号強度が規制された結果、短い RSA 鍵を一時的に使用して暗号化する方式が SSL、TLS に実装された。後に規制緩和が行われ、もっと強い暗号が主流となった中でも、数時間で破れるようになってしまった一時鍵での通信を受け入れるサーバーの存在、そして不適切な場面で送られてきた一時鍵をも、 受け入れるクライアントの存在により暗号通信の安全性が破れることが2015年に発表されフリークと呼ばれるようになった。皮肉なことに暗号規制を推進した NSA 自身のサイトもフリークに対して脆弱であったことが判明している。ありがとうございます。